さんこんにちは、れいなです。今日は名古屋のオクトーバーフェストにやってきました。今年もやってきました。この季節、もちろん毎年オクトーバーフェストに行くんですけど、毎年7月の中でオクトーバーフェストやってるのがよくわかんない。ちなみに今日は7月21日最終日でございます。最終日です。私はもう1回行きました。今日見てこんなラインナップあるらしいよ。そう、いろいろありますよ。じゃあ早速行きましょう。ちなみに今日は猛暑です。35度。イエス急にテンション下がっております。社長暑くてテンション下がっております。すぐにドン早速入ってきました、はい、ちなみに見て、世界最古の修道院ビールだって。だから1050年からやってるよ。すごいじゃん。そうだよ、歴史があるよ。歴史がある、美味しい。あ、ちなみにさ、レナさん今日の衣装は、皆さん気づきましたか？いや、気づくでしょう。ビアンドルというドイツの民族衣装です。はい、もうさすがにどうせならと思って、まあ、これを飲みましょう。私も飲んだことないけど、このさっき書いてあった一番古いビール。はいはいはい。だからこのビールはその時のビール。え、1050って書いてあるけど、1050年ってこと？ Yes。もう100年、1000年前ってことよ。1000年前からこのビールを作ってる。すごいじゃん。それを飲んでみましょう。ちなみに俺はいつも通り白ビール大好きなので、はい、バイエルン伝統の白ビール、1日200杯限定しかない。あ、そっか。じゃあ、あるかな。じゃあ、いや大丈夫。あったら買います。で、あとはソーセージかな。ソーセージだね。いろんな盛り合わせがあるよ、見て。これうまそうだよ。ソーセージ10本盛り、カリーブルスト。あ、プレッツェルもある。それは後で。ちなみにビールは 300ml と 500ml があるけど、1リットルもあるよ。で、2000もあるよ。本当だ、2000cc ある。2リットルがある。あれはどんな感じなのかな。どうなるの。土管で来るんじゃない、うん、こういう土管でいいよ、ドイツでも 2リットルはないよ。1リットルまでだよ。ということで、300ですか。300で、500です。500の分ですか。いや、それはドイツのサイズだよ。300はない。1050の 500ml 1つと、ヘフェワイツェンも 500ml で。お、来た。はい、ありがとうございます。コップが可愛い。社長が歩いてきました。颯爽と歩いて、わお、すごいでしょ。すごいよ。これがたくさんのソーセージって感じだよ。確かに。でも文句があります。たくさんのソーセージ。あ、量は足りないですか。量が足りませんか。これさすがに量が足りるよ。量がすごい。量が本当に満足します。すごいやん。何が満足してないか、タカさん。焼き加減です。イエス。レナ社長は焼き加減にうるさいです。これが焼いてないよ。レナね、本当にカリカリに焼くのが好きで、いや、よく焼きって言わなかったから。だから何、あなたの責任ですね。なタカが分かるでしょ。食べてみますか。レナはこれ1050年のビール。めっちゃ可愛くない、このガラス。なんかちっちゃいタンクみたいな。そう、はい、乾杯しましょう。白ビール、キンキンです。白ビールはいつもこんなビールのグラスに入ってるよ。500ml、いくらだったっけ。1600円です。はい、高いです。高い。乾杯。くー、ドイツビール最高。これもめっちゃ美味しいよ。白ビールもマジでうまい。なんか日本のビールより奥深さがあって、どっちかというと夏に向いてないビールなんだよね。向いてないドイツビールは。夏はさっぱりとした日本ビールがうまいと思うよ。それレナも思う？思う。だからオクトーバーフェストがオクトーバーだよ。10月だよ。そう、こんな暑さの中でドイツビールは誰も飲みたくないかもしれない。でもやっぱ味濃くてうまいわ。美味しいよこれ。タカのビール貸して。あ、どうぞ。白ビール、はい、ワイスピア。やっぱり私はこれの方が好きだよ。これはさ、何味なの。白ビールじゃないじゃん。はい、もうちょっとなんか味がある感じはする。はい、ちょっと飲んでみて、あの、説明して。くー、あ、こっちのが軽 いでしょ。は、え、こっちのが味が軽いよ。いやライトな感じ。いやより夏っぽさを感じる感じ。いやと言ってるけど、何を言ってる。ビールに関しては俺のが絶対に正確だと思うよ。いやドイツ人だよ。白ビールの方がよりこうフルーティーな香りが強いから。いや皆さんどちらを信じますか。
ビール好きのタカかエセドイツ人のレナか。それではドイツのソーセージいただく。いや美味しそうだけど本当に焼き具合が俺の注文に文句言ってます。はい、これがハーブソーセージだと思います。いただきます。ジューシーでハーブで美味しい。何本入ってんだろうね。もっと入ってるでしょ。7本。7本入りか。ドイツといえばソーセージだよね。もうドイツといえばソーセージのイメージしかないよ。ほぼほぼソーセージとビールのイメージしかないよ。じゃあ貸して。もうこれがドイツ人ですよ。ソーセージ片手にビール。これちょっと待って、親父やん。見てこのソーセージ。日本にないソーセージのサイズだよ。めっちゃでかい。分かるかな？レナの顔の長さと同じぐらいでかい。うん、めっちゃパリッとした肉厚のめっちゃ食感がある。このソーセージはペッパーが入ってる。ちょっとスパイシー。たまらない。ちっさい親父出てきた。ポテトです。止まらんじゃん、スプーン、フォークが。そう止まりませんやん、社長。見て可愛いでしょ。わかるかな、これ小さいよ。これなんだろうね、わかんない。今何種類食べた。今3種類目。もうフォークが止まっておりません。うん、これ一番美味しいかも。もう本当にソーセージでいろんな種類があって、いろんな味があって、まあ、全部美味しい。ビール。はい、親父。なあ。ずーっと食べ続けてますね。なんかさ、むちゃくちゃ暑いよ。名古屋オクトバフェストの経営者に言いたいんだけど、なんでそれを7月にするの？まあ日本はね、夏に外でビールを飲むっていうのはビアガーデンとかの文化があるから。ビアガーデンの文化がないよ。そこに合わせて。いや10月にやってもあんま人来ないと思うよ。いや10月に来たら完璧だよ。日本の10月はめっちゃいいでしょ。紅葉も綺麗だし、ね、寒くないし暑くないし、そうそう、ビールがちょうど合うよ。皆さんだから10月もやってもらえばいいんじゃない。あー、7月もやって、2回はやってほしい。だからこれを、だったら12月にまたクリスマスマーケットがあって、そこまた美味しいドイツビールは飲める。提案があります。提案があります。サマーフェスト。あと、ドイツは聞いてねえこいつ。で、ドイツはオクトバフェストがあって、3月に春祭りもあるよ。それもやってほしいよ。あ、だから俺のさっきの提案の続きいい？ Yes. サマーフェスト夏祭りドイツビールってやるのはやってほしい。オクトバフェストの名前を本当に10月に使う。ああ、でドイツビール春祭りも3月。ずっとドイツビールあるよ。名古屋にドイツビールが。3日前にここに来たんだけど、他のドイツの友達と。このメインステージがあって、うん、ライブをやってたバンドがドイツ音楽をやって、うん、非常に盛り上がってたよ。日本人の皆さんもこういう雰囲気が好きだろうし、絶対好きだよ。ビールを飲むのももちろん好きだし、だってもう今テントの下満員だからね。12時です。マインシュテファンって書いてあるんだけど、1040年からやってるお店。そこのプレッツェルが非常に美味しそう。また社長がブツブツ文句言ってますよ。どう考えてもこれの方がライトだよ。絶対にこっちの方が味が濃いよ。フレーバーが濃い。なんなんなん、フルーティーなフレーバーが濃い。見て、今でも分かるよ。喧嘩勃発中ですよ。これの方が美味しいよ。毎日こうやって喧嘩しております。そうだよ。あれ、社長が食べきりましたよ。マジでうまかったね。モンスターになってるやん。ディアンドルを着たモンスターになってるやん。飲んでおります。すごいやん、ジャイアンみたいになってるやん。目をつぶったらドイツにいるよ。あ、ich bin in Deutschland。 Ja, das ist Deutschland。 Ja。 ちなみにこのソーセージはいくらでしたか。1600円でした。お、意外と安い。そう、ビールが1500円とか600円で。1600円でしょ。でソーセージが1600円でしょ。そう思うとソーセージ安いね。来い来い、早く来い来い。あれ、どうしたんですか、お金持って。だからここでこのプレッツェルめっちゃ美味しそうじゃない。あ、さっき話してたやつ。クリームチーズプレッツェルって書いてある。プレッツェルを買うとビールを もちろん買う。あ、ビール買う。てかさ、今日めちゃくちゃ暑いからさ、お酒が回るよね、こんだけ暑いと。熱中症にもなるかもしれないし、気をつけましょうね、皆さん。プレッツェルを頼みまして、ビールです。この黒ビールをください。めっちゃ美味しそうでしょ。やっぱ
1040年の幻のってさ、さっきのお店1050年からだったよね。こっちの方が古いやん。はい、ありがとうございます。プレッツェルです。はい、ありがとうございます。はい、行きましょう。はい、どうしたんですか、シャッチャさん。これがプレッツェルではありません。何がですか、これ。揚げた揚げプレッツェルみたいになってる。揚げプレッツェル、あれなんか写真と違くね。非常に熱いし、さっき写真撮ってきたけど写真めっちゃ美味しそうだよな。ちょっとイメージが違ったね。まあ、味はいいかもしれないけど、揚げプレッツェル、あのドイツのプレッツェルと違うと思います。いただきます。全然違う。なんかパンみたいだね、普通の。別にまずくとかはないよ。普通に美味しい。美味しい美味しい美味しいけど、プレッツェルではありません。パンです。クリームチーズが入ってる揚げパン、入ってんだ。うまそうじゃん。うん、まあ、日本のものって感じがします。意外にこれと合うかもしれない。これ何ですか。これ黒ビールで、確かにめっちゃ黒いな。キャラメル風味って書いてあったから、ちょっとなんか甘みがあるプレッツェルとこれが合うかもしれない。まずはあ、抜群に合います。美味しい。うまそう、マジで。その黒ビール、タカも好きだと思う。キャラメル黒ビール、これもちなみに同じですか、値段1500円、600円。だからどこも一緒だね。 500ml は1600円なんだね、うん。はい、どうしたんですか。なんか今日は本当に熱中症になるよ。めっちゃ暑いもんね。あのまだ1杯しか飲んでないけど、これちょっとだけ、結構3杯目か。いや、2杯。俺の白ビールもこぼれながら飲んでるから3杯目か、これ。なんでいつもそうつくの。まあ、だから暑いからこそビールがうまいですね。この黒ビールも美味しいけど、日本のキリンの缶の黒ビールがある。キリンの黒ビール、なんかめっちゃ美味しいよ。私も美味しいと思ってるし、両親とかアランとかも昔動画撮ったことあって、それが一番美味しいって言ってたよ。あ、お兄ちゃんね、アラン。どっちかというと私黒ビール派で、日本の黒ビールも非常に美味しい。これよりも美味しいかもしれない。ドイツ人が認める日本の黒ビールはキリンの黒ということで、皆さん飲んだことない人はぜひ飲んでみてください。俺もだって家にあるもんね、冷蔵庫に入ってるもんね。あ、そうそうそう、だから常に入れてる。常に入れてる。めっちゃうまい。私もたまにタカのビールを盗んでます。でも言わなければ、ね、どうしたんですか、社長。あっちにサバの丸焼き、そう、丸焼き、ドイツにもあるよ、サバの丸焼き。まだ飲み切ってないのに次行こうとしてるよ、この社長。で、バードラも飲みたい。ビールとレモネードの混ざったやつ、だからそんなにアルコール分が高くないから、それ飲みましょう。買いに行っちゃいました。マジテントの下はちょっと涼しいけど、この炎天下はやばい。マジでやばい。もう俺汗でシャワー浴びた後みたいになってるもん。だからね、だから今日映らない。もうべしゃべしゃ。私もビューティフルではありませんよね。ビューティフルですよ、一応。ありがとう。たまにおじさん、たまにおじさん出てくるけど。皆さんどうですか、このドイツの民族衣装。初めて見る人も多いと思うけど。可愛いでしょ。ね。と、サバの塩焼きをください。2000円。Yes. 2000円すんの。変する。いい値段しますな。あ、社長さんが戻ってきた。めっちゃ笑顔で、めっちゃ嬉しい、めっちゃ美味しそう。これめっちゃ良くない？見て、サバの丸焼き、やっぱうまそう。綺麗でしょ、めちゃめちゃ。おっさん出てきた。一昨日ドイツ人とこっちに来たんだけど、すごい日本人がドイツの食べ物をお箸で食べるのが非常に笑われたよ。ああ、これでも日本っぽいよね。だって日本のさ、魚の丸焼きとかあるじゃん。でもドイツもこの魚の丸焼きがある。これドイツ語で言うとなんだっけ。シュテッカルフィッシュ。シュテッカルフィッシュ。それはドイツ語じゃないよ、バイエルン語だよ。あ、そうなの。まあ、でもドイツだとレナの家で食べれるのはシュテッカルフィッシュって。シュテッカルはこれだよ、スティック。あ、そういう意味なんだ。串に刺した魚。串魚だからシュテッカルフィッシュ。そう、なるほど。でも方言だよ。これマジでうまいからね。なになに、ドローン。うわ、開きになった。めっちゃうまそう。日本だよ。なあ、ドイツにはこんな感じじゃない。めっちゃ脂乗ってそうじゃん。やば。これ、うん、もうこの暑さの中でたまらない。あの塩があるから、あ、塩分ね。塩分が
戻ってくる。ラドラー、あ、これより美味しいのはない。社長は骨を取っております。私優しいから骨を取っております。ただうまく取れておりませんただぐしゃぐしゃにしてるだけです。お箸で上手に取れるのが、身をぐちゃぐちゃにしてるだけです。難しい。まだ日本人になりきれておりません。そうだよ、日本人ってマジでこういうのうまいからね、うん、手先のさ細かいさ作業でさ骨を取るとか、うちのおばあちゃんとかマジでうまかったよ。でしょうね。うちのおばあちゃん毎回さ骨取ってくれて食べさせてくれたから、タカがそれによっておぼちゃまになりました。それによって俺は骨を取れなくなってしまいました。これ骨がない。おばあちゃん懐かしい。熱いけど美味しい。いやこれねマジうまいよ、うん、今日食べた中で俺一番うまい気がするぐらい。塩分が足りてないから かあ、そうだね。あ、社長が熱中症になりました。元気がなくなってきました、暑すぎて。でもねこの熱中症の状態でビール飲んだら悪化しますよ、症状。悪くなる？絶対悪くなるでしょ、ビールだって脱水症状をさ。でもこれ 3% しかないから大丈夫なの。あ、そうなの。ドイツ人の考え方だね。もうグラグラしてきた。ステッカルフィッシュ完食でございます。様でした。めっちゃうまかったな。ビールも飲みっぷりいいね。さすがドイツ人だね。ドイツ人の本領発揮してきたね。いやラドラ一番おいしいよ。ドイツ人も夏にラドラよく飲むよ。ちょっとアルコール弱いんだよね。 3%4% ぐらい。 3% ぐらいしかないし、あとさっぱりした感じ、甘みもあって、うん、うまいよね。だからその夏の暑さの中でぴったり。黒ビールもいくやん。すごい飲みますね今日。トータル何本飲みましたか。4杯飲んでペロペロでございます。暑さも相まってペロペロでございます。美味しくいただきました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ちなみにねお店はねいっぱい出てますよ。13個があるよ。あ、13個も出てんだ。そうそう、だってすごいもんね。こっちもさお店でしょ、であっちもお店なわけよ。で、あのもう1箇所があるよ。もう1箇所あるからね。で、こういう風にテントがブワーって並んで、もう人が満員で、ここにステージがあるよ。本当になんかオクトーバーフェストっぽいよ。これだからタイミングによってはあそこであのバンドが来たりするんだよね。ライブミュージックやってて、すごい盛り上がるよ。はい、こんな感じでオクトーバーフェストでした。名古屋のオクトーバーフェスト、ビールは最高です。いや、ビール最高でしたね。食べ物も美味しかったよ。ソーセージも全部高いけど、ちょっとだけお金を使えば非常に楽しいです。今日いくら使ったんだろうね。5000円、6000円ぐらい。5000円ぐらいは使った。でも2人で5、6000円でもうお腹いっぱい食べて飲んでできる感じだね。楽しかった。音楽も楽しいし、すごい盛り上がってるし、日本人の皆さんもみんな楽しめてるので。今年はね終わっちゃったね。今日4月21日最終日なので、でこれ毎年やってるから、はい、そう7月です。この動画でね楽しそうだなと思った人は来年、来年来てください。はい、ということでこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。